ボルトアクション方式とは、ボルトを手動で操作することで弾薬の装填、排出を行う機構を有する銃の総称である。この方式のライフルは19世紀末期から、軍の不評主力兵器となった。主力兵器の座を自動小銃や、アサルトライフルに譲った現在も、この方式は、狙撃銃などに多く利用されている。日本語では、鎖管抜き式とも呼ばれる。 ボルトオープン状態のウィンチェスター M70。ボルト先端部にロッキングラグを持ち、すべてのボルト構成部品が一体となって回転する、典型的な、モーゼル系のボルト構造である。ボルトアクション機構は1836年に、ヨハンニコラウス・フォン・ドライゼによって発明された、ドライゼ銃によって、初めて実用化された。ドライゼ銃は、単発銃ではあったが、 それまでのマスケット銃やゲベール銃、日本の雛な銃などの前装銃に比べてはるかに速い発射速度を実現したボルトアクションは同時期のスペンサー銃に代表されるレバーアクションともども不評銃に前装式から後装式へのシフトを引き起こした。しかし、紙製薬莢を用いるドライゼ銃はボルト先端と薬質間の密閉性に多少の問題を抱えており、 ゴムリングなどの現在ではあまり用いられない機構で改良を図るシャスポー銃のような事例も初期には見られたが1860年代にスナイドル銃やマルティニ・ヘンリー銃が確立した金属製薬卿の概念を移入したグ71やグラース銃が1870年代に登場したことで現在に通ずるボルトアクションの基本概念が完成した日本も 欧州より10年ほど遅れた1880年に13年式、村田単発銃の配備にこぎつけている。世界の軍隊が黒色火薬を用いる単発式のボルトアクション、またはレバーアクションの一通りの配備を終えた時期と重なる1884年、フランスのポール・ビエイユが無煙火薬を発明したことで、不評銃に無煙火薬化と連発化という第二の パラダイムシフトが起きる。無煙化薬の登場当初は超音速化での弾道特性が未解明であったために、フランスのレベル M1886 小銃や日本の22年式村田連発銃は中部弾倉と平等弾頭の組み合わせを選択し、結果として命中精度の大幅な低下という形での挫折を経験しているが、同時期の1888年に、 モーゼルの G88 は、箱型断層と、戦闘弾頭の組み合わせを選択し、戦闘弾頭と回転式断層、自家動式ボルトアクションを採用したステアの、マンリッヒャー M1888 小銃ともども、ボルトアクションを手動式連発銃として今日まで、続く形態へと発展させるに至った。なお、ルベルは後に、戦闘弾頭への転換で、 第一次世界大戦まで生き残りに成功するが、22年式、村田は、こうした、弾頭変更が行われることなく、1897年に、最初の有坂銃である30年式風氷銃へと、置き換えられて、日露戦争を待たずに姿を消している。1890年代には、ドイツの九9 8イギリスのリーエンフィールド、ロシアのモシンナガンなど、 その後の多くのボルトアクション銃の手本となる構造を持つものが次々に現れ世界中の不評銃が更新されたことで不評価機の代名詞的存在となった第二次世界大戦を通じて発射速度が高い自動小銃やアサルトライフルに置き換えられるまで約100年の長きにわたり不評銃を代表する存在としてその地位を保った今日でもボルトアクションは 自動小銃に比べて構造が単純であるため、精度、信頼性、価格、整備性、耐久性の面での優位性がある。また、自動小銃と違って発射装薬量を変更しても、動作に影響を及ぼさないという利点があり、精密射撃に適した特性から、狙撃用、狩猟用、射撃競技用といった連射を重視しない用途では、現在でも広く使われ続けている。 また、ボルトアクション方式の銃の大半は小銃であるが、M26 マスのように、三段銃でも、採用例がある。ボルトアクション方式は、回転式、ボルトアクション方式と、自家動式ボルトアクション方式に対別される。コッキングの方式での分類としては、コックオンクロージング方式と、コックオンオープニング方式がある。歴史上多くのボルトアクションが、 回転式を採用してきたが、近代的なボルトアクションは、ボルト本体の設計により、下記の3つの系列に分類することができる。もともとは、ライフル銃に多い形式。セミオートと異なり機関部が、自動的に動かず、ガス圧力の変化も起きない、重心と機関部が一体化の構造のため、命中精度が高い銃が多い。ありがとうございます。